ジェシー・ウィルコックス・スミスによるハイジのイラストレーション、アルプスの少女、ハイジは、スイスの作家ヨハンナ・シュピリの児童文学作品である。1880年から1881年に、執筆された。現代は、ハイディズリャ、ウント・バンダーヤラ及び、ハイジ・カーン・ブラウヘマズ・エス・ガランとハットである。ドイツの文豪、ゲーテの、ビルヘルム・マイスターの修行時代及び、続編の、 ビルヘルム・マイスターのヘ歴時代から、その着想を取られたもので、教養小説としての色彩を持ったものである。キリスト教信仰に基づく描写が多く見られる。作者も属するドイツ語圏スイスのデルフリ村が舞台となっており、中盤にはゲーテの記事でもあるフランクフルトに舞台が映る。日本語訳の半本は、過去様々なタイトルで100種類以上出版された。以下は、その一部。 テレビシリーズとしては、随様映像の作品が有名だが、アニメ作品は他にもいくつか存在する。以下は、その一部である。ヨハンナ・シュピリ自身は、アルプスの少女、ハイジの続編などは執筆していないが、他の作者による続編が公開されている。いずれも公式な作品というわけではなく、作者が異なれば、続編間の関連性もない。2010年。 ドイツの文学研究者、ペーター・ビュートナーにより、この作品が1830年に、ドイツの作家、ヘルマン・アーダム・フォンカンプが発表した作品、アルプス・山地の少女、アデラ・イーデに類似していることが指摘され、本作の下敷きとなった可能性が高いとした。この指摘には、スイスの新聞が、ハイジは盗作だったと報じるなど波紋を広げた。ビュートナー自身は、 私は盗作とは言わない。シェイクスピアやゲーテも同じことをやっていると話している。ありがとうございます。